朝6時、金沢駅発の電車に乗って向かったのは九州。しかも私初めての九州ということで、もうテンション上げ上げ。博多駅に降り立ち、バスで向かった最初の目的地は佐賀県。虹の松原は日本三大松原の一つで、全長 4.5 メートル、約100万本の松が道の両側に広がります。最初に訪れたのは唐津城。唐津城は1592年朝鮮出兵の拠点として豊臣秀吉が築城したのが始まりと言われています。もう見てください、この最高の眺め。奥に見えるプリンのような形をした島が高島です。あれが舞鶴橋。へい、天守閣はぐるっと360度回れるようになっており、大パノラマが広がります。美しい唐津の街並み。時代は変わっても天守閣はこの唐津の街並みをずっと見守り続けてきました。分かってるんだ、日本。唐津城跡にし、次に向かったのは先ほど唐津城からも見えていたプリンのような形をした島、高島です。最短で1分です。時間で全然問題ないです。修羅神社までご案内してくださいってことであれば、もちろん氏神様の修羅神社目指すは宝刀神社。2000万まで10名ほど、この島の150人しかいない、あ、ごめんなさい、200人しかいない島民から当たりが出た。それをバーッと口コミで広げて、約20年から30年。スーパーゴールドから、本当だ。開運宝刀袋から、ちょっと小さいやつ、ミニ開運とか。あ、すごい。島にはカギネコという尻尾が曲がった猫ちゃんもいて、見ると幸福になると言われています。ではいざ宝刀神社参拝へ。宝刀神社の開運パワー、皆さんにも届きますように。あ、すごい。さて本日のお宿はこちら、メルキュール佐賀唐津リゾート。夕食は豪華バイキングです。ライブキッチンもあって、どれも美味しそう。唐津産のお魚のお刺身など、とっても鮮やかな料理が並びます。先ほど訪れた高島も望めるパノラマビューの座席でいただきます。デザートの種類も豊富なのがまた嬉しいですよね。一日の旅の終わりを締めくくるにぴったりの夢のようなバイキングです。中でも美味しかったのがこちら、佐賀牛のすき焼きです。肉質が本当に柔らかくて繊細で、口でとろける感じが絶品でした。
朝食のバイキングもまた美味しかったですよ。さあ九州の旅2日目は長崎県へ続く。